ちょっと昼食を取る場所を探したいと思います。結局ここに戻ってきました。ここで飯食いましょう。で、今日の昼食はですね、エースコックのジャパンフード機、汁なしで味わう山形引っ張り風うどん。引っ張り風って何なんでしょうね。汁なしで味わう山形引っ張り風うどん。この商品は山形県の郷土料理引っ張りうどんをカップ麺としてアレンジしたものです。ということでね、正当な引っ張りうどんではないという意味での風なんだと思います。山形県村山地方が発祥と言われる郷土料理、茹でたうどんを鍋から引っ張り上げて食べることから引っ張りうどん。納豆、サバなどの具材と醤油ベースのタレで食べるスタイルが基本。私は生まれも育ちも山形県村山地方なんで、どんなもんか非常に楽しみです。お湯を入れて5分待ちます。はい、5分経ちました。お湯を捨てます。ああ、なかなかいい感じにうどんは出来上がりました。ツヤがありますね。完成です。それではいただきます。これあんまり美味しくないです。どうもごちそうさまでした。これはですね、山形引っ張り風うどんではなくて、山形引っ張りうどんもどきです。まずいです。ここにですね、ジャパンフード機とか日本フード機と書いてあるんですが、直ちにですね、日本もどきに変えた方がいいと思います。以上です。あのね、魚介系の出汁が強すぎて話にならないんですよ。さようなら。あとね、しょっぱい。しょっぱいです、あと。